何もや、お前。見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あの。そや、道島の竜。キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すいません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも。ああ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。気は済みましたか。ああ、その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体がもたんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん、わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。
久しぶりやの。キリュウちゃん、わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える。本物の命張った喧嘩ができる。なあ、キリュウちゃんならわかるやろ。なあ、おり。笑いどころやないか。笑いや、これボケやろ。ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおる。言うたやろ、キリュウちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キリュウちゃん。行くで、勝負や。やっぱりごついぜ、お前は。それでこそキリュウちゃん。いや、まだまだ行くぜ。勝負はついた。はるかを返せ。アホ、死ねや、キリュウ。もっと、あ、親父。なんで。キリュウちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジマ、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、はるか、遅くなったな。いい音聞かせろや。探したで。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね、嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで。ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色うかがったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キリュウちゃんよ。キリュウ、ほんまごついわ。お前が